今日は頼むぜ、転校生。ゴクデラ君。10代目。自宅で待機って言ったじゃないですか。10代目が3人いたらバレる確率が上がっちゃいますよ。ごめん、でもやっぱり俺が受けないと。他のみんなには心配かけないために追試のことは内緒にしてあるし、俺も行くよ。バカ野郎、10代目は俺たちと一緒に行動すんだよ。10代目が来たくて来てんだからよ。ありがとう、ゴクデラ君。とんでもないっす。反復横跳びのテストだ。俺テスト中に足が絡まってこけちゃって、気がついたらテストが終わってて、それで追試に。バカだよな俺。大丈夫っすよ、借りは今返します。よし、俺とおめえで二人同時に出るぞ。単純計算で速さが2倍だ。間違いなく合格するぜ。次、沢田。行くぞ。さすが二人いるだけあって早い。あ？おりゃ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 。ストップ。おめえは消えろ。結果は？沢田、お前の記録オリンピック選手レベルだぞ。だろ、俺も本気を出せばこんなもんだぜ。ゴクデラ君、あんまり調子に乗らないで。調理実習か。ご飯焦がしちゃって、味噌汁沸騰しちゃって、踏んだり蹴ったりだったよ。これも俺とてめえで役割分担だ。俺が。私に任せて。あ、姉貴。ポイズンクッキングなんてやったら絶対赤点だよ。ツナ、ビアンキに任せてみろ。リボン、いつの間に。あなたがその素早さを生かして廊下に運んでくればいい。廊下で。それではご飯を炊いてお味噌汁を作ってください。はじめ。はい、沢田君。腕によりをかけるわね。はい。腕によりをかけるわね。早く行ってきなさい。完璧よ。課題はご飯と味噌汁ですよ。何ですかこれは。課題通りに料理を作れないようじゃ赤点ですよ。まずいよ。今すぐ？できるわけないでしょ。どうやって？
やべえな。うわあ！コクデラ君。苦痛を耐えて立ち上がったな。なかなか根性あるぞ、コクデラ。変装完了っす。おりゃあ！さっさと食え。あなたはこっちへ。あと先生におまけをあげる。あ、おいしい。だろう。こんなにおいしいピラフとコンソメスープは初めてだわ。そうだか、合格点に近づいたわよ。よかった。ヤンキー、お前ポイズンクッキング作ったんじゃねえのか。ええ、作ったわ。あれは3時間殺しよ。イタリア語って科目がある中学って珍しいんじゃねえか。ま、俺にとっては国語。こんなのちょろいちょろい。コクデラ君、余裕すぎて全然解いてないよ。コクデラ君寝てる。誰だ俺にちょっかい出したやつ。出てきやがれ。あと1分です。げえ、あと1分。やべ、コクデラ君ものすごい勢いで書いてる。できた、完璧。こっちはとても心配なんだけど。随分熱心だね。よくわかんないですけど、あいつ忍者なんですよね。昔の言葉をよく知ってるんじゃないですか。そっか。まあ別に俺が古文を受けてもよかったんですけどね。あいつにも花を持たせてやるって話。とうとう終わりっすね。二人とも本当にどうもありがとう。あとでリボンとビアンキにもお礼言わなきゃ。じゃ、俺たちは外で待ってます。大丈夫かな。十代目と俺の最強コンビですよ。受かるに決まってますよ。あ、おめえまだいたんだ。その顔は。ありがとう、受かった。おめでとうございます。これで明日の劇に全力投球できるっすね。うん、ありがとう。うん、じゃあね。おい転校生、俺はまだてめえに用事があるんだよ。明日の本番までにスペアの忍者ボム作ってこい。ああ、バッチリだぜ。人間の補欠スタッフがおめえだけど、よく考えたらボムの補欠も必要だもんな。
俺は自分の補欠を甘やかして育てたつもりはねえ。自分でやらなきゃ成長しねえだろ。そうだっけな。俺には他にもやることがあんだよ。十代目が主役の劇だぞ。右腕の俺が寝不足で本番迎えたらまずいだろうが。まあ頑張れ。ああ眠い眠い。ランボさん分かっちゃったもんね。偽物な偽物な偽物なもの偽物な偽物な偽物。
いらっしゃい。お、たけしの友達かい。悪いな、たけしは留守なんだよ。今日は練習試合だから夕方まで帰らんぞ。とはいえ、せっかく来たんだ、ちっとやっていいな。そうか、トロの生きのいいのを仕入れてあるんだがな。いよいよ明日だね、ツナ君。結局忍者野郎には逃げられちまったし、こうなったら10代目の体当たり演技にかかってますからね。そんなプレッシャーかけないでよ。大丈夫、ツナなら生きるって。ありがとう山本。極限の演技を楽しみにしているぞ、サラ。ランボさんが主役を食っちゃうもんね。イピン、ランボやっつけるよ。おめえら、台本にないことやらかしやがったらぶっ殺すからな。大丈夫っすよ、10代目。楽しんでいきましょう。そうはいかねえぞ、盛り上げねえと噛み殺すから。てめえ、10代目に余計なプレッシャーかけやがって。イバリの言うことなんか気にするな、ツナ。いや、それリボンだから気にしないよ。僕はここにいるよ。ひばりさん、いたんですか？けっ、こっちが本物だったのかよ。気づかなかったぜ。そんなんで俺の変身に文句言わないでよ。僕の偽物が言ったと。失敗したら噛み殺すから。俺一人の責任ですか？大丈夫よ、ツナ君、きっと面白くなるわ。楽しみだな。いつもと気配が違いますね。なるほど、お主が噂の。と拙者、親方様の見つめの途中でした。それではこれで失礼します。任務頑張ってください。